もそも時間できないですし、時間できたところでは何やろうって悩みますよね。なるほどなるほど。で悩んだ時って面倒くさくなるので、はい、やらないという選択をするんです。はい、毎度ガキです。ということで、ね、今日も元気いっぱいね、こちら撮っていきたいと思うんですけれども、今日はなんとなんとついにガキを外部の方とコラボすることになりましたということで、早速ねその方をご紹介させてもらおうかなというふうに思うんですけれども、呼んでいきます。皆さんご唱和ください。いきます。 Please welcome Mr. J。 よいしょ。ということで、はい、今回来ていただいたのはミスター J こと J さんでーす。よろしくお願いいたします。 J さん、ちょっとね私の方から簡単に J さんとは何ぞや誰やっていうところをねご紹介させてもらおうかなというふうに思うんですけれども、 J さんっていうのはレアジョブがね、あの我々法人営業っていうのをやらせてもらってますよ。で法人営業とか、あとはもしかしたらね大学とか高校とかも行かれてるんかな、ところでいわゆるこういった研修っていうのをやられてるプロの、まあ、この英語の先生でございますと。でこの方っていうのはね本当すごいんですけれども、皆さんも知ってる英語公用化されてる某企業さんとかでもいわゆる人気ナンバーワン講師とかに選ばれているような方なんです。だから今日はねちょっと J さんに私からいろいろお話聞いていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ J さん、はい、自分でも自己紹介ちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、前の J です。ありがとうございます。一回やってみたかったです。ぜひぜひやっていただいて嬉しいな。やって嬉しいな。改めまして J と申します。本名は早川浩二と言います。今ご紹介いただいたように、あの企業研修だとか、それから大学、それから高校で英語を教えています。それから出版ですね、ほとんど TOEIC ではあるんですけども、ね、出版に関わっているということをしています。今回どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今本とかっていうとこ出ましたけど、先生本って何冊ぐらい書かれたりしてるの？結構どえらい数書かれてるっていう。50冊以上。やばい。だからおそらく今回ねこれ見られてる方とかトイックとかがメインなんですかね、先生の強みっていうところで言うと本ではかもしれないですね。はい、なのでそういった先生の本とかをね見れてね勉強されてる方もいると思うんで、ぜひね今日はね見ていっていただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、ではね早速ねちょっと私の方から質問する形で先生にねちょっといろいろね根掘り葉掘り聞かせてもらおうかなというふうに思うんですけれども、今日はねどうだろうな、3つぐらい大きいねトピック持ってきました。で皆さんもねぜひ知りたいところあるんちゃうかなっていうのを選んできてますんで、先生ぜひともよろしくお願いいたします。はい、では最初のトピックに行きます。ダダン。ということで先生ちょっとお伺いしたいんですけども、はい、英語学習の習慣化するコツっていうのをねちょっと教えていただきたいなというふうに思っておりまして、これなぜかというと英語学習って皆さんね結構やられてる方多いと思います。楽器をもやってるよ。ただなかなか習慣化するのが本当に難しい、なんか続けられないっていうのがあるんですけれども、その習慣化のコツな、これはな3つぐらいあればそこをねちょっと教えていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。はい、わかりました。まあ、英語学習の習慣化、これ悩んでる方本当に多いんですよね。でもこう英語学習どうやって習慣化したらいいんだろう、自分は習慣化できないとかという方多いんですけども、英語学習の習慣化っていうのは別に特にないんですよね。英語学習だからといって特別な習慣化が必要かというと、まあ、そういうわけではないですし、なるほどなるほど、まあ、そもそも習慣化っていうのは一体何なのかって考えると意外と解決法分かりやすくなるんですけど、まあ、3つということなので、はい、まあ、アルファベットで言うと、うん、PLT、まあ、これをご紹介したいなと思うんですけど、まず最初の P ですね、はい、これはプランニング、あ、プランニング、はい、計画ですよね。まず習慣ができない方の特徴はそもそも計画がないっていうことなんですね。なるほどなるほど。なんとなく時間できたらやろうかなっていうふうに思っていると、はいはい、まあ、そもそも時間できないですし、はい、時間できたところでは何やろうって悩みますよね。なるほどなるほど。で悩んだ時って面倒くさくなるので、はい、やらないという選択をするんですなるほど。それも選択なんです、はい、やらないも選択なんです、はいはいはい、だからプランニング、うん、でそのプランニングにもコツがあります、うんうん、1つは3ヶ月例えば続けるとして、はい、3ヶ月分全部計画立てたとしても、うん、3ヶ月後のことなんてやっぱ分かんないですよ。分かんないです。分かんない。ちょっと遠すぎる。遠すぎる、はい、じゃあどのぐらい立てればいいかというと3日です。3日でいいんですか。3日分、うん、今日、明日、明後日ぐらいであればどんな感じかってのが分かります。はいはいはい、はい、3日分でいいんです。ほうでこう3日分立てて実際やりますよね、はい、でできたらそれは OK です、うんうんうん、でもやっぱり計画って難しいのでその通りいかないかもしれない、うん、でいかなかったら自分が悪いのではなくて計画がちょっと自分に合わなかっただけなので、なるほどなるほど、軌道修正したらいいんですよ。
はい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 、で軌道修正してできるようになったら次の3日分立ててやる、うん、で次の3日分やるっていうのを7回繰り返すと3、7、21、21日、うん、3週間、はいはいはい、これ習慣化になるんですね。でその3週間かける4が3、4、12週間、はい、これ3ヶ月です、はい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 、こうやって継続していくんです。1年継続したいっていう場合はその3ヶ月かける4、12ヶ月です。でも12ヶ月続けるためにはやっぱり3ヶ月続けないとダメですし、その3ヶ月続けるためにはこの3週間続けなければダメですし、3週間続けるためには今日から3日間続けなければいけないですし、3日続けるためには今日スタートしないといけないんですね。なるほどなるほど。ということはもう見てる方はもう今日ぜひスタートしてもらって、なんかと、なんだろうな、困ってしまったらそこで軌道修正っていうのがありましたけど、具体的にどんな感じなんですか、軌道修正。軌道修正、例えば2時間やるぞと決めたけど2時間できなかったと、うん、いうことは多すぎたんですね、うん、だからまあとりあえず30分からでいいやっていうふうに、ん、最初は軽めでいいです、うんうんうん、できる範囲のところからそれをちっちゃい数でこうこなしていく、3日3日3日っていうところでどんどん積む、そうですね。特に最初ってモチベーション高いので、モチベーション高い時って何でもできそうな気がするんですね、うん、できると思います。なんなら空も飛べそうな気がするんですよ。空を飛ぶぞみたいな目的を持ってすごい計画立てちゃうんですけど、それじゃ無理があるので、なるほど、本当に簡単な、なんなら実力よりも低いところからやるようなプランを立てると継続しやすくなるんです、うん、なるほどなるほど。それが P ですね、最初のプランニングとかですね、はい、なるほど。次 L、はい、レベルです。ほうほうほう。やっぱり空も飛べそうな気がするので、はい、すごく難しい分厚い教材を買ってきてやってしまうんですけども、やっちゃいがち、うん、で気づくんですよね、はい、無理だちょっとね、背伸びしすぎてる感が出てしまうんですね翼はなかった、俺にはないと、俺にはないと、まだ飛べないと、はい、いうなってしまいがちなので、はい、レベルは自分がこれだったらできそうだなというレベル、うん、なんなら教材使うのであれば、うん、パラパラめくってみて、うん、ああ簡単そうだなっていうレベルからやってほしいんです。おお、見てこういきなりちょっとレベル高いちょっとやってみたいなと思うところじゃなくて、うん、もっともっと下げる、もっと下げて、ほう、でできるという、継続できるんだという自信をまず見つけていただきたい。なるほどなるほど。これが L、 レベルです。レベル、はい、そういったところです、ね、それから次 T、 タイム、うん、タイム、はい、時間ですね、はい、で、まあ、学習いつやるのかっていう話ですね、うんうん、今じゃないです、今は動画見ててください、うん、今は動画見ててください。あかんよ、今ここあなたあかんよ、はい、見たらあかんで、じゃあいつやるかって話ですね、うん、でこれって決まってないと勉強やっぱしないですよ。歯磨きっていつしてますかっていうと、はい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 、多分時間で決めてないと思うんですね、うん、あ10時半だ歯磨かないとじゃないと思います、はいはいはい、そろそろ眠くなってきたから歯磨こうかなと思うので、うん、学習も同じような感じで、うん、何かの前とか何かの後とか、うん、そういう行動の流れの中に入れていただきたいんです、うん、あ、もういわゆる日常生活の中に組み込んでしまうっていう感じですね。でよく言われるのは時間は作るんだとかってよく言われますけど、うんうんありますね、時間って作れないんですよね忙しいからもう僕も言いたい、時間作れって言う人いるけど作れない、そう作れないんです、作れないんだと、はい、作れない、はい、じゃあ諦めるかというと、うん、違うんです、もうちょっとアグレッシブにいきたいんです、はいはいはい、時間は作るものではなくて、はい、時間は埋めるものなんです、はい、ここからここは英語だっていうふうに埋めてしまうんです。なるほど、もう完全ブロック、そうです、ここはやっちゃうぞと、はい、でしたらそこにはもう英語で埋まってるので、はい、作る作らないの話じゃなくなるんですよ。でさらにこれをした後で英語学習、例えば歯を磨いたら英語学習とか、うん、トイレから出てきたら英語学習とか、うんうんうん、駅に着いたらリスニングするみたいな感じで、うんうんうん、そういう流れの中に入れると意外と継続しやすくなります。なるほどなるほどなるほど、はい、ありがとうございます。今ねちょうどね先生から3つのお言葉いただきましたけど、最初がプランっていうところで、まず計画っていうところですね。計画っていうところはもう本当に小さいところから行こうっていうところで、3日からのどん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 3週間3ヶ月、そして1年っていうところにやっていきましょうと。でその中でさらにこうレベルっていうところもあったと思うんですけど、レベルっていうのは最初からね皆さんねもう本当にね翼があるかのように勘違いしてしまうがちでもあるんですけれども、最初は自分のレベルのところをちょっと下げたぐらいのところから始めましょうっていうところでしょうか。そして最後タイムっていうところでお話いただきましたけど、タイムっていうのは皆さんの日常生活の習慣の中に入れてしまってくださいっていうところですね。歯磨きした後、そして電車を降りて会社に歩くところ、そこでちゃんとリスニングする、そういった習慣化をすることで先生がおっしゃってるいわゆる英語学習の習慣化っていうところはしっかりやっていけるよっていうところのお話でございますか。はい、ありがとうございます。ということでね、今日はね英語学習の習慣化のところにお伺いいたしましたので、またね今後もねこういう話やっていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。
まあ、TOEIC LR テストの勉強をしていって、話せるようになるかというと、まあ、ならないんですね。なるほど。でも、誰かが話したもの、書いたものは理解できてるから高得点なんです。うん。ということは、学習方法を変えれば、話せるようになりますよね。うん